今宵はこれで退散します。不機嫌そうだな、新将。来るなら先触れの一つもよこしてからにしてくれ、高狼の神よ。わざわざ出向いてやったというのに、随分と歓迎されたものだ。呼んだ覚えはない。都も何かと想像しいようだな。怨霊がうろついたり、黄泉の死霊どもがあふれたり、年の瀬も近いというのに慌ただしいことだよ。おお、これが噂の藤の花か。正弘じゃない。こちらはあの貴船の神で、高狼の神と仰せられる。正弘をお気に召したようで、旗迷惑にも突然やってきては、こうして。おい、人にしてはそこそこの美貌だな。先が楽しみだ。おい、これの体もそろそろ厳しいな。引き払うとしよう。近々また何か起きそうだしな。退屈する暇もないよ。何？大丈夫か？ええ、びっくりはしたけど。何かが起きるだと。神様のくれた知らせなら外れることはないんだろうな。やっぱり生命も謎の女に襲われたっていうしな。どうも嫌な感じだ。これは霊だ。あの格好は咲森の装束だな。咲森、昔西国の守りのためにつくしの太宰府に送られた奴らのことだ。太宰府って、穂積の諸直が流され亡くなった。これは偶然とは思えんな。追ってみよう。うん。どうした、陸吾？行ってくれ、後から追いつく。この霊力はどこかで。あれは風音か。老いぼれの命一つも奪えぬとは、なんと無様な。この声、そうか、この霊力は。何のためにここまで育て、術の数々を教えたと思うておる。すべてはあの憎き生命を討つため、そうであろう。申し訳ございません、宗主様。それをむざむざと逃したばかりか、さらには怨霊とともに余計な霊まで呼び起こす始末。気づいておらなんだか、ますます嘆かわしい。
もう良いわ。そなたを見込んだわしが愚かであった。お待ちください、宗主様。余計な霊、モロナオの霊を呼び戻した時に一緒に何かが目覚めた。カイ、宗主様のご期待をこれ以上裏切ることはできない。あのカラスの霊力、そしてあの声は、まさか。怨霊とかじゃないね。悪意が感じられないし、霊力もすごく弱まってる。死んでから軽く200年は経ってるだろうからな。なんで今頃さまよい出てきたんだか。害がないならちゃんと送ってあげないと。な、もうあれは焼き上げ王っぽいけど、あんなの見たことないな。何匹ものあやかしが強い邪気で一つに溶け合わさっているのか。あの霊を食らう気だ。それじゃあ無事に送ってあげられないよ。我が物よ、立ち返れ、元の住処へ。その邪悪な気配、都に災いなすものと見た。だが私に出会ってしまったのが運の尽きだと思え。都市継ぐ殿、バッカだな。さっさと逃げりゃいいのに。身の程知らずが。オンボビバンバダバリ、バシャリダラダラハンドマバンバチ、第三弾。あっ、私の術が通じないだと。待て、暇出ていったら何してたのかって問い詰められるぞ。でも暇までのことが全部バレたりしたら、藤の花の秘密も守れなくなるんだぞ。どうしてくの、マサヒロ。でもこのままじゃ。どうだ、リクゴ。リクゴ、これ貸して。一体何を。いいから早く。ああ。あれじゃいかにも怪しい術使いだ。行くぞ、リクゴ。リクゴ。どうだ。いや、行こう。これまでか。オンアビロンキャンシャラクタン。な、何者だ。オンバサラバジリホラマンダマンダウンハッタ、オンサラサラバザラハラケラウンハッタ、オンバサラウギニアキャラシャヤソーカン。何をしたんだ。大丈夫か。何が言いたいんだ。貴様何やつ。怪しげな術を使い何を企む。え、マガモノよ、マガモノよ。嘘。いざ立ち返れ、元の住みかへ。マサヒロ、気を失っただけのようだ。妖精等だ、行くぞ。いない。あれはまさか。すまん、俺がついていながら。ま、幸い都市継ぐの術はさほど強くはない。
正弘も一晩眠ればどうということもなかろう。で、どうした陸君を。龍斎が生きている。えのき龍斎がか。どういうことだ。風音と共にいたカラスが奴の声で喋っているのを聞いた。どこで。お前たちと離れた時にたどり着いた空き家でだ。あれは確かに龍斎の声だった。奴は生きている。グレル、あの龍斎が生きている。グレル、龍斎はもうおらんだ。陸号がもうおらん。それはわしらが一番よく知っておるはずだ。だが本当に舞い戻ってきたというのならば、わしがこの手で黄泉へ送り返してやるまでよ。見て、あなた。まるで花のようでしょ。6つの花びらを持つ白い花。だから雪のことを立夏と呼ぶのよ。あなたが帰ってくる頃にはこの子も生まれているわね。それまで体には気をつけて。立夏の舞い降りるこの里で、私はこの子と一緒にあなたをずっと。起きたか、正弘。体の調子は。おい、どうした正弘。わかんない。なんか、すごく悲しくて。夢だと思うんだけど、なんか。まさひろ、そろそろ起きて。あ、あきこ。まさひろ、その人誰？え、あ、そこにいる男の人。まさひろ、見えないの？ずいぶん奥の方に憑依しておるの。アキコ様以外気づかなかったのも無理はない。昨日の先森の霊が俺の中に。さっき泣いていたのもそのせいだな。霊の持つ思い出を見せられたんだ。どんな夢だった。うん、思い出せない。うわ。何ですか、爺様。はあ、仮にも一応苗字の端くれが、通りすがりの身元もわからぬ霊などに取りつかれてしまうとはの。ご心配なく、この霊は自分の力で必ず。まさひろ、急に体の力が。一つの体を二つの魂が取り合っているんだ。グズグズしておると、その霊に体力も気力も霊力も根こそぎ持っていかれてパタッと倒れてしまうぞ。脅かさないでくださいよ。本当のこと言ったまでだ。そうですか。でも必ず自分で何とかしてみせます。爺様の手は煩わせません。行ってきます。うん、そうか。せめてこの先森の素性だけでも分かんないかな。太宰府に送られた先森は何万といて、ほとんどが名もない民だ。何の手がかりも残ってないと思うぞ。うん、でもこの人はずっと悲しんでいたんだと思う。何があったのかまでは分かんないけど、心の痛みだけは伝わってくるんだ。どうにかして助けてあげたいよ。誰を助けたいのかね。年継殿、そのうちに弱ったスズメが舞い込んできまして、それを助けてやりたいなって。癒しの術で助けてやればよいではないか。いえ、まだ半人前なもので。その程度の術もかけられないのかね。呆れたものだな。早く様々な術を覚えて救えるよう精進したまえ。はい。時に正弘殿。はい。昨日の夜は何をしておられたかな。その弱ったスズメを一晩中温めておりました。そうか。そのスズメ、早く元気になるとよいな。
正弘殿にあんな術が使えるはずもない。見間違いだな。中司省で先森に関する覚書を調べれば何かわかるかと思ったけど、ダメだ、何もわからない。さすがに取っかかりがなさすぎるな。あいつの名前か国でもわかればな。おい、大丈夫か？ちょっと体が重いだけ。今日のところはもうこの辺で。この感じは昨日と同じ。黄泉の正気に歪められたあやかしの慣れの果て、先森の霊ばかりか、こんなものまで出てきていたなんて。望める強者、戦う者、皆陣破れて前にあり。あれは陰陽師か。陰キリキリバザラバジリホラマンダマンダウンハッタ。この霊力は、もし阿部の陰陽師。大丈夫か正弘。平気平気。正弘、阿部の正弘。そこの方、お怪我はありませんか？どうして、どうして生きているの？生きてるなんてそんなはずない。だって私が、私が10年前に殺したはずよ。まさか。10年前のあれはお前の仕業か！貴様何者だ！そう、あの時死んでなかった。答えろ！風音と名乗ればわかるかしら、生命の光景。ここで死んでもらう！恨み事は後から来る、祖父に言うがいい。戦火昇魂封殺！今度こそ消えてもらうわ、生命の光景。先森、なんてこと。探す手間が省けたわ。殺してしまえばまとめて消えるわね。覚悟はいい。さよなら生命の光景。やめろ！お前はまさか心象等だ。さすがに血濡れの心象等だ。おい、どうした。おい、そこで何をしている。マサヒロ殿、どうした。これは何があった。わかりません。わからない、嘘をつくな。さっきの凄まじい力、間違いなくあれは化け物の力だ。そのとんでもない化け物を正弘殿が調伏した、そうじゃないのか。違います。ではなぜ。わかりません、本当にわからないんです。正弘殿。カイ、生命の孫が生きてた。阿部の生命、そして心象等だ。絶対に許すものですか。さっきのしつこい奴らね。こんなところで。爺様。
グレンと話がある。お前は部屋に戻りなさい。はい。リクが、うん、グレンって、お前のその手は罪で汚れている。血濡れの心証塔だ。グレンって昔何かあったの？塔だ本人から聞くべきだ。俺が話すことではないし、塔だもそれを望みはしない。そうだね。塔だが告げる、それが真実。俺が言えるのはそれだけだ。もっかドキドキした人は誰も過ちや傷つき方も時代は繰り返されていく。どうして信じ合うことに抗うの？どうして運命という光消すの？僕たちの未来第17話、立夏に抱かれて眠れ。